皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成オブザ滝沢でございます。どうも皆さんこんにちは。本日はババン、こちらローズウッドネックとババン、メイプルネック、それぞれのこのネック材の違いとか特徴とかについてお話をさせていただこうかなと思います。というのも皆さん、このギターというのは木で木材でできていることはご存知かと思います。そしてこの木材、どの種類を使うかによって、どの木を使っているかによって音のキャラクターとか、ね、サウンドとか違うのも知っているかと思うんですけれども、なかなかそれらを実感レベルで違いを把握したり経験することってなかなかないと思うんですよ。どうでしょう。なんで皆様の中には、なんて言うんでしょう、こうなんて言うんでしょう、あのこのへいへい、ギターというのは木でできているのは知ってるぜ、そして木材によって音が違うのももちろん知ってるぜ、けどぶっちゃけそんなに変わんなくねって思ってる方、結構多いかと思うんですけども、どうでしょうか。あの、わかります。僕も昔はやっぱそう思ってましたし、今この現時点動画を見ていただいている皆様の方の中にも今現時点でそう思ってる人結構いらっしゃるかと思うんですが、この動画の中で、この材質によってどういう違いがあるのか、どんな特徴があるのか、実際に耳で経験をしていただきながらお話をさせていただこうかなと思いますので、ぜひとも楽しんでくださいませ。そして今回実験台となりますのはこちらそれからって感じですけども、プレイティックの ST2502 という、モデルのギターです。僕がちょっくらね、あの手違いで、あのネックだけ違うモデルの、同じモデルを、2台買ってしまって、持っているので、本当にこれね、あの塗装が違うんですけれども、塗装というか色が違うんですけれども、ネックだけ違う全く同じ機種でございます。これらを使って音を鳴らしていこうかなと思います。そしてアンプの方はブラックスターのスタジオ10 6L6 という機種でございます。なんでアンプだけそんな本気やねんって感じですけど、まあそういう時もありますよ。で、意外とね、このプレイティックという激安ギターでもしっかりこのローズっぽさ、メイプルっぽさ、違いをしっかり感じていただけると思いますので、ぜひとも楽しんでくださいませ。マジで全然違うから、本当にあ、結構違うわってなるから、ぜひ、楽しみにしていただければという感じです。フレーズマン、クリーントーンからいきましょうか。クリーントーン、クリーントーン、クリーントーン、クランチ、オーバードライブ、こんな感じで3つで鳴らしていきます。まずクリントーンからレッドトライ、ローズのクリントーン、音色です。ローズの方が木が柔らかいんで、この甘みがあるとか丸みがあるというか、トゲがないというか、少しこの厚みがある感じの音色がするかと思います。それに対してメープルの場合は木が硬いんで、この立ち上がりがすげえ速くて、音のスピードがすげえバーンって感じで速いんですよ。で、いわゆる抜けが良いというサウンドでございます。鳴らしていってみましょう。木が硬い、メープルネックの音でございます。クリントーからレッツトライ。というか、なんか抜けがいいというか、なんていうか、こう立ち上がりが早いというか、なんかそんな感じの音色がしますよね。これがまあメイプルネックの特徴です。で、こう面白いもんで、この、ね、セレクターというスイッチを使って音をピックアップを変えていくと、またね、面白いこの特徴が出てくるんですよ。ちょっくらハーフトーンでやってみましょうか。ボリュームマックスにして、ハーフトーンでのメイプルネックでの音色です。レッツトライ。こんな感じの音、なんかこのハーフトーンにするとまたこう印象が変わってきますよね。なんか個人的に、ね、なんかこうすごくこの言い表しづらいんだけど、なんかこのハーフトーンにするとなんかこう
怖って感じの、なんかこう、なんか怖って感じの音が、なんかすごい、なんか出てくるような気がします。で、この怖って感じは、すごい、なんかメイプルの方が強い感じがする。こんな感じの音、それぞれそのね、抜けが良いとかね、丸みがあるっていう特徴があると思うんですけども、なんかこのコワって感じが、なんか僕はなんかメイプルの方がすごい強い感じがするんですよ。で、このメイプルのハーフトーンのこのコワって感じの、なんかこのバコーンってこう抜けてくるところの、なんかこのサイドにある感じのこのコワって感じが僕はすごい好きなんですけれども、どうでしょうか。よければ皆さんね、その好みとかね、こう思ったみたいなのもコメントしていただけますと幸いです。それではクリーントーンのフロントもいってみましょう。フロントボリュームをマックスにして、このゴンブトサウンドのフロントレッツトライでございます。まずローズから、ゴンブトになったけれども、なんかこのチャカチャカ感っていうんですかね、なんかそういったこう歯切れの良さみたいなのがまたこう出てきた感じがします。で、これはまたこうね、メイプルのフロントでやるとまた面白い感じなんですよ。聞いてください、メイプルのフロントでございます。違った感じがしてすごく面白いですよね。メイプルのこのね、歯切れ良さとかこの立ち上がりの速さとかもありつつ、なんかこのふくよかさみたいなこの合わせ持ったみたいな感じの、でやっぱりこう聞き比べるとローズの方が丸みがあって、この角がなくて、この温かみのあるっていうんですかね、なんかそんな感じのサウンドが聞こえてくると思うんですけれども、まあ全体的にクリーントーンで聞き比べをしてみるとこんな感じの差があります。なんとなく分かって、なんとなく分かっていただけましたでしょうか。で、これ慣れてくるとね、ほんとね、もうすぐに分かりますし、あとこのね、どっちがいいとかじゃなくてさ、その基本的にもうね、もう全部その基本的に好みなんですよ、どっちが好きかみたいな。で、僕はメープルとローズを比べた時に基本的にローズの方が好きなんで、自分が持ってるギターって基本的にもほぼほぼローズなんです。なんで個人的にはやっぱりこのローズのギターの音色を聞くと、なんか馴染むというか、なんかこの落ち着くというか、なんか慣れた感じがやっぱしますよね。その点、皆さんがもしメイプル系のギターを普段よく使ってらっしゃったら、こっちの方がやっぱりこう馴染むというか、落ち着く感じがするかと思います。で、これをまた歪ませたりとかするとね、全然質感が変わったりとかするので、ちょっくら歪ませて、ローズからやってみましょうか。こんな感じのことです。多分ね、ローズの方がね、このね、ごっついこのロックって感じの音が、するっていう印象になるかと思います。なんか蜜が濃いというかね、音がまとまっているというか、がっしりしているというかね、なんかそんな感じの音に聞こえると思います。チョコラメイプルを見てみましょう。
3色。さっきのこのメインプロのね、この立ち上がりの良さとかはもちろん生きてるんですけれども、結構その、なんだろうな、音がこの分散してて、この広がりがある感じですよね。なんか高い成分もあるし、真ん中の成分もあるし、低い成分もあるし、音の立ち上がりとかもあるんですけども、全体的にこのわーっとこう広い感じの、ワイドレンジといいますか、そんな感じの印象が僕はします。それに対してこのローズの方が、このレンジがすごい狭いんですけども、この締まった音っていうんですかね、このガツンとなんかこうロックの音が、するような印象が僕はあります。フロント見てみましょう。メイプルネックのフロント、これがね、いいんですよ。単音弾いてみると、そのまま、歪ませた状態でローズのフロントもレッツスタートしてみましょう。こっちもやっぱね、若干ね、ロックって感じの音がするかと思います。フロントにして、全開にして、レッツスタート。ちょっと僕はこっちの北の方がやっぱりなんか慣れてるから、なんかね、あの音色、このローズ感に慣れてるから、やっぱりこっちの方がちょっとね、落ち着く感じはすごく、否めないです。で、今、軽く歪ませているというか、まあ、結構強いけれども、もっとガッツリと、オーバードライブサウンドをかましていきましょう。そうするとまたこの印象が全然変わってくるんですよ。レッツトライ。ジャーン。どうでしょう、なんかこのまとまりがあって、このガッツがあるというか、なんていうか、そのロックな感じが、ロックなサウンドがする気がしますよね。で、これ同じような感じでメイプルの方でも弾くと、さあ、この音になるでしょうか。リアにして、レッツトライ。こんな感じの音色です。やっぱりこのメイプルの方はこのカラッとしたというか、なんかこの明るい響きというか、なんていうか、こう疾走感というか、なんかそんな感じの響きがするような気がします。それに比べてこうね、ローズの方がこのしっかりしているというか、このどっしりしたというか、重いと言いますか、ヘビーと言いますか、なんかそんな感じのサウンドに聞こえるんですけども、どうでしょうか。これ歪ませた状態でちょっから単音弾いてみましょう。
感じの音色です。で、この単音的に関してはね、その、なんだろうな、まあ、機種によりけりだからあれだけども、なんかこう、メイプルよりもそのローズの方が、ちょっと音の密が度が濃い分、なんかごまかしが効くっていうんですかね、音圧が稼げるっていうんですかね、ちょっとこっちの方が多分ね、弾きやすいというか、聞きやすいというか、なんかその、うまく聞こえるっぽくなる成分が僕はちょっと多いように感じます。クリーントーンとクランチとガッツリ歪ませたオーバードライブの音を聞いていただきましたけども、どうでしょうか。こうやってね、こうなんかこの姿形とかね、その特徴とかをお話しさせていただきながら聞いたりとかすると、あ、なるほどね、結構違うかもしんねっていう感じになったかと思います。で、これ何度も言うようですけども、別にいい悪いじゃなくて、どっちが好きか嫌いかって話なんですよ。僕はもう基本的にローズシバンの方がすごい好きなんですけれども、まあ、メイプルの方が、ね、好きっていう方も全然たくさんいらっしゃいますし、皆さんがそう思ったとしても何の間違いでもありません。なので、もしよければ僕はこう思ったとか、こっちの方が好きだなみたいなことがありましたら、ぜひバシバシとコメントしていただけますと幸いでございます。で、他にもそのなんだろうな、そのメイプルの方がね、その薄い塗装、ちょっとこれは塗装されてないけどね、結構その薄いラッカー塗装っていうんですかね、なんかテカテカの塗装してあることが多いから、ちょっとこうリペアするときにお金がかさむとかねちょっと高くついちゃうとかって、まあ、そういった違いもあったりとかするんですけれども、今回については、単純に音色の違いについてお話をさせていただきました。参考になりましたらぜひ高評価ボタンを押していただけますと幸いでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。となる前に、最後に私滝沢勝成、Twitter などをやっております。 TIKAJAWA 滝沢という名前で Twitter などをやっておりますので、もしよければフォローしてみてくださいませ。動画の新着情報とかね、なんかこうレビューというか、なんかこうリプライとかでリクエストを受け付けたりとかしておりますので、ぜひフォローの上、チェックしていただけますと幸いでございます。それでは今回の動画はローズウッドネック、メイプルネックの音の違い、音色の違いというお話でございました。それではまた違う動画でお会いしましょう。さようなら、バイ。